視聴者が選ぶ太田上田アワード2021、うん、ああいい、そういうのあるんだ、ありがたい、立派な番組になってきたね。今回は視聴者の皆さんから2021年の放送の中で心に刺さった名シーンを大募集。そんな本当に視聴者の方に刺さってるようなことを言った覚えはないけどね。まあ確かに、うん、たくさんあるんですよそれが、うん、あ、そう、ありがたいね。ご紹介させていただきたいと思います、はい、まず一つ目です。こちら、太田上田ファン大感動、サンジャポ大役 MC 上田無双。いやいや、キモちゃん、キモちゃん、太田上田じゃないじゃん、サンジャポじゃん。これはねえ、これサンジャポじゃん、太田上田じゃねえじゃねえか。サンジャポを踏まえてのその報告をした回ってことだよね。お二人のトーク会が、あ、そう、そういうことか、はい、合わせてすごい大反響だったんですよね。あれは確かにね、注目度高かったですしね。もう全視聴者と全ファンが感動した。そうですね、上田さんの無双の回。いや本当に本当にそんなことないんだよ、もうマジの話で。ここでも前言ったけどね、はい、うん、かなりこう入れ込んできた感じ。恥ずかしい言い方をするな、入れ込んできた。本当にそう、自分の中ではなんかもうちょっとちゃんとね、お役に立てることできたはずいやぐらいの完璧でしたよ。視聴者も大喜び、数字もめちゃくちゃ良かったですし、うん、さすが上田っていうのを日本中に知らしめる、そんなことはない、意気込みできたなって。結果じゃなくて意気込みだよ。恥ずかしいだけじゃねえか。全てが当たりましたからね。違う違う、あの時の本当そんなことないんだよ。もうたとえツッコミを披露されて、もう素晴らしかった。冒頭から七股の男で三股だよから始まって、もう太田上田ファン大感動、鉄板ネタからね、鉄板ネタから始まって、いやがましいよ、これはかなり、あれ鉄板ネタって受けてねえからな。七股三股の話、太田上田ファン大歓喜で、ね、大歓喜でしたよ。なんで気持ちはもうちょっと熱を帯びてきた。君は冷静にお送りしなさい。一緒に見ててもう大感動でした、ねえ、そうだったよ。気持ちはもう何、あのリアルタイムで見てた、見てた、俺二人で見てた。キモちゃん何、あ、でも俺が出るとは知らないもんね。知らないです。そうですよ、だからサプライズですから、はい、まあ、だったもんね。あん時はもうスタジオ中がどよめきましたからね、みたいな感じで、うん、本当にこっちのねパネラーの人たちにも教えねえんだと思ってさ。教えないですよ、別に、だって、ね、天下の上田晋也が来るっていうのはそれは前もって教えてたらもったいないもん。あのパネラーのリアクションが我々サンジャポチームは欲しかったわけでしたら、案の定上田が出てきた瞬間に、上田さんこんなの出んのって言った時のって言い方はない、あなたの顔ですよ。いえいえいえ、やめろ、あれはもうしびれる。恥ずかしめてるだけじゃねえか。何が上田無双だ。うう感じでしたよね。ネット上でもすごい大評判で、サンジャポと並んで太田上田というワードが初めてトレンド入りしたんですよね。うんうん、あ、トレンド入りしましたか。トレンド入りしたんです。いや、え、しかも初めて。初めて。え、全然注目されてなかったこっち。っていうかだから、まあ、TBS としてはね、うん、いやいや、それもピーちゃんが言ったからしょうがないんだけど、うん、太田上田もよろしくねみたいなこと多分、うん、言ったじゃん、確かに生放送で。うん、確かにね、だからこっちはありがたいわね、うん、他局でお知らせしてくれるんだから。何言ってる、また言わそうとしてますよね。何が、ちょいちょい、 TBS からしたら、いやいや、あんた他局の番組お知らせされてもみたいなことじゃんか、サンジャポからすると。何何のにやけ。違う違う違う、今な、何を企んでん、何のにやけよ。サンデージャポン、うん、あれはもう上田君の回は 17% 取ったんですよ。あ、そうなの。いやいや、そらあれ、違う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 、俺が取ったわけじゃないけれども、 TBS 的にも感謝してるに決まってるじゃないですか。でもほら、太田上田のそれを誘導しましたよね。違うわ、してるか、今そんな考えよぎってもいなかった、違う違う、ありがとうね、ありがとうね。違う違う、すごかったよね。違う違う違う、次のフリップ出しなさい。そんな中でですね、うんうん、視聴者の方からもここが良かったという、あ、いい、まだ続いてるのか。見ましょう見ましょう、おすすめポイントがありまして、いい、うん、一日消防署長のつもりで来たんだけどとぶっ込む上田さん、見られたのは感動の極みです。日曜の朝から号泣しました。いや本当に泣くようなことじゃないわ。なんで号泣してんだこいつ、アホか。一日消防署長のつもりで来たんだけどっていうのは決まりましたね。いや、別に決まってたかどうかも分かりません。言った、あれ前の晩から考えて、考えません、そんなことは。考えない。あ、そうですか、でまた
もう一個、はい、もういいよ、うん、上田さん曰く先ほどもおっしゃってましたけど、うん、62点っていうのも最高でしたという、まあ、自己評価としてはこう謙遜されてらっしゃるんですけど、まあまあ、謙遜なんですかねこれそんなことないよっていう言葉をもうなんか待ってる感じ。ぶっちゃけ俺62点だと思ってるよ。なん君たち何点だと思ってんの。いや俺は62ぐらいよ。俺はなマジで。でも気持ちはあれ何点ぐらいだったと思うじゃん。俺のサンジャポ100点満点です。いや、いや、ピーちゃんは56点マジか。さっぴかれる予定なかった。まあでもね、日曜の朝から号泣した人がいるから。そうだ、そう感動して、ね、もらったんですよ、ね、まだ言わせたいですか、ね、もうちょいおいでよ。では次行きなさい。で、まあ、このトーク会をですね、まあ、どんなトーク会だったのかっていうのを振り返って、ね、うん、ああいいですね。まだ振り返るの、はい、見ますか。見ましょう。うん、だあれこれよ。なんだ。あったじゃね。やっぱり一生宇田さんには頭上がりませんよ。一生ね、まあ一生上げてもらいたくもないけどね。いやもう本当にねありがたかったですよ。サンデージャポンっつって。ああ、いや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 、もう大評判ですよ。そんなことない、そんなことない。さすが日本一の MC っつって。いやいやいや、もうあれでも手抜いたんですけどね。さあ始まりました、上田にお任せっつったね。いやもうね今日はね、タトゥーツッコミ全部でバン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 プシュパッバーって言ってね、本当にね今日は一日消防署長のつもりでやってきました。バッタッパッパッってね、振り返るな。まあでもあのぐらいだったらいつでもできますけどね。うまいな。いやなんだこういうシステムになってたのか。振り返り。ああうまいな、でも。あそう。一発うまいな、あいつな。まあ確かに、まああんな感じのやり取りだったのかな。なんかまあ記憶にはあるよ、あんな感じのやり取りをしたような。でも確かに自分たちがやったのを再放送されるよりはこっちの方が見やすいわけですよね。こっちの方が我々は楽しく見られるわ。画期的だねこれ。確かにね。確かに、あこれ画期的なシステムだね。メンバー面集全部こういう感じでね。おお、これは毎年恒例ですよ。